続きまして春日井製菓井上様よりご講演をいただきます春日井製菓様は30年以上も前にお菓子の輸出を開始されまして輸出専門の部署も創設し現在40カ国以上にグミやキャンディーまた豆菓子などを輸出しておられますそれではよろしくお願いいたしますはい、それでは本日よろしくお願いいたします春日井製菓販売株式会社営業本部海外事業課の井上裕香と申しますよろしくお願いいたします 簡単に、えー、弊社の紹介をさせていただきます弊社は名古屋に本社を置く菓子メーカーでございまして1928年に活外商店として設立してから、えー、キャンディー豆菓子ラムネなどいろいろな商品を生産して、えー、2028年創立100周年に向けて今も日々活動しているところであります。 2010年と2013年に、ね、ISO9001 と FSSC2 万2000を全社、まあ、全工場にて取得しておりましてこちらはあの非常に輸出の際にも必要となることが多いので輸出にとっても非常に役立っております。弊社の商品群なんですけれども先ほども申した通りキャンディー、グミ豆菓子 とま、たその他として、まあ、ゼリービーンズとかコンペイトラムネなどの浄化などがございますでこちらのですね写真のうちキャンディーグミ豆菓子の方の上段は国内のメインの商品となっていまして下段の方は皆さんもしかしたらあまり見たことがないパッケージが並んでいるかと思うんですけれども下段の方はすべて輸出用の専用のパッケージとなっております、まあ、それぞれぞ 裏面が英文で海外向けの仕様になっていたりだとかまあ、包材の方を変更して、えー、より品質の高いものを使って賞味期限を伸ばしていたり、えー、専用の着色料を使って、えー、国内の商品とはまた違った配合になっていたりとかまあ、そういった商品群になります まあ弊社の輸出なんですけれども、先ほどあのお伝えさせていただいた通り、三十年以上前から輸出を開始しております。十三年前から専門部署、海外事業家としても立ち上げておりまして、現在は五名が在籍しております。 輸出先の国々としては40カ国以上今はございまして、まあ、メインで言いますとアメリカと韓国、まあ、その次のメインのエリアとしてはアジアなどが多いんですけれども中国香港台湾またちょっと遠いんですけどブラジルなどにも輸出を多くしております本日東南アジアのセミナーということもありますので東南アジアでの売れ筋商品をご紹介させていただきたいと思います タイベトナムマレーシアシンガポールと、まあ、あの出荷させていただいている国のうち、まあ、多い方の国を今回ご紹介させていただくんですけれどもタイでは粒組ミと、まあ、国内でも結構グミの,の中心の中心の商品をタイでも販売しております。まあ、その他のベトナムマレーシアシンガポールといった国々では豆菓子を中心に販売しております。 まあ、どういったところが、えー、この東南アジアでのポイントかなと言いますと、まあ、他の、まあ弊社が輸出させていただいている国々に比べて、国内品、まあ、利面が日本語の商品の割合が高いのが特徴かなというふうに思います。まあ、あの、ここに並んでいるうち、シンガポールのグリーン豆は、ええ、分離面の商品で、まあ、あの、他の豆菓子、結構あの賞味期限が国内だと6ヶ月とか。 いう商品も結構たくさんある中で、えー、出荷しているというのは、まあ、距離的な問題もありますし、まあ、想像も含めるんですけれども、えー、やっぱり日本語のパッケージの商品っていうものを好むなっていうところがありまして、まあ、現地には日本語の商品たくさんあると思うんですけど実際にあの生産国が日本でないこともまあ 結構あると思います。なのでリメンもちゃんと日本語でそちらに現地語のシールを貼って、えー、輸出しているっていう風うになると、まあ,あのちゃんと日本から来たものだなっていう風うに安心して購入いただけているのではないかなという風うに想像いたします。まあ、ただあのやっぱり現地のコンビニであったりとかメインストリームの方のま数量が ま物量が非常に多くなってくると、やはりそれに全部シールを貼っていくっていうことは難しいので、まあ裏面とかはあの現地語のパッケージにして、表面は日本語をなるべく残した形っていうふうにされていくのがいいのではというふうに思います。まあ、弊社の全体の輸出シェアと東南アジアの輸出シェアを比べてみますと、やはりあの全世界では。えー グミというものがもう全体の半分を占めておりましてまあ、その半分残り半分をキャンディーと豆菓子という形で占めておりますそれに比べて東南アジアはグミと豆菓子の割合が高くなっていましてキャンディーは少なめになっておりますやはり暑いまあ、気温が高く湿度も高いといったそういうエリアが多いので まあキャンディーハードキャンディーのように長く口の中に甘いものを留めておくといったものはあまり好まれないのかなっていうところがあります。ま,あ、またあのハードキャンディーっていうものは食感をなかなか変えることが難しかったりとか、まあ、現地でも結構ま安価な商品といいますか、ま現地でも簡単に作られている商品なので差別化をすることが非常に難しい。 まあただし現地輸出すると日本で販売するえ店頭売価の2倍から3倍になってしまうのはもうどうしても当たり前のことなのでまあそういったことを考えるとどうしても現地の商品と比べてもまあそんなに差はないのにすごく割高だなっていうふうに感じられてしまうっていうところがまあキャンディーはなかなか難しいというところのまあ原因ではないかなというふうに思います。 やっぱりあのこういう価格的な優位性を持たせるっていうことはまあ輸出においては結構大事なことだと思うんですけれどもまあそういったところでまあ今回取り組ませていただいている「補税制度」というものについてご紹介させていただきたいと思います。まず簡単に「ほ税制度」について説明する前に言葉の確認ということで「ほ税ということは「税を留保する」という意味です。で 外国貨物というものは輸入手続き未済の状態、つまり税金のお支払いをしていない状態の貨物のことを言います。まああのこちらあの弊社が補税制度を活用しているキャンディーのまあ原料の輸入から、えー、国内で加工をして現地へ輸出するまでの流れを示した図になっております。まあ普通にえっ、ー、と 原料の等を輸入すると通常だ例えば、ーえーかかまあ、そういったものを国内で加工して輸出するとまたその輸出する時にも関税がかかってしまうので2回あの関税がかかってしまって二重でかかってしまうということになる、まあ、それを防ぐというか、まあ、それを避けることができるのが「補税制度」。 というものになります、まあ、弊社の場合ですと、えー、原料の外を、まあ、こちらはちょっとあの外は関税はかからずなくて調整金だけかかるのでこちらに調整金というふうにしあの表示させていただいているんですけれども、えー、原料の糖を輸入する時に調整金のお支払いをしていない保税と外国貨物のままの糖を輸入したものを 使用していますで、そちらのグラニュー糖に加工したものをまあ、弊社を仕入れているんですけれどもそれもずっと外国貨物のまま、えー、弊社へ仕入れまして弊社でキャンディーに加工をしますまあ、こちらも、えー、税金を支払ってない糖を使用した商品を作っているで、それを海外へ輸出します、まあ、輸出するときには関税はかかるんですけれども調整金を支払っていない原料の積み戻し というような形で二重で関税がかからないような形になっていますやっぱりあの2回かかってしまうと価格の優位性が失われてしまうのでそういったことを防ぐためにこういったことをうまく活用しておりますまあ、実際、えー、補税をするにはじゃあどうしたらいいのかというところなんですけれども補税とさえ仕入れれば補税制度を使えるのかということではなくてですね 弊社がその工場で作る時に補税工場として申請して税関から税関さんから許可を受けるということが必要になります。まあ、補税地域なんですけれども完全、えー、の支払いを留保した状態で、えー、こちらのような作業、まあ、積み戻し運搬造地加工製造展示といったようなこういった作業が 許可されてている場所になっております、まあ、弊社の場合ですと、まあ、製造メーカーですので加工製造といったところが一番関わってくるんですけれどもこちらであの非常にありがたいのがやはり弊社の工場でも輸出の専用の商品だけ作っている工場はまあないです。あの基本的には 国内の製品も作って海外の輸出する商品も一緒に作っているという工場が多いので、まあ、その国内販売品とともに輸出品の加工と製造が可能ということが非常にありがたいところであります。まあ、ただし、えー、その補税等を使って使用されたあの生産された商品は必ずあの輸出されることが必要なので、まあ、確実にその海外へ再輸出されてるよっていうことを管理 できるような体制を整えておくことが必要になります。また弊社もあの商社さんから依頼されて製造して港に納品するっていったこともあるんですけれども、港のその倉庫自体も補税地域。 と認定されていないとまあ、こちらの補税使えませんので、えー、そちらもまあ商社さんの方に確認をしてしっかりあの補税倉庫であるかどうかっていうことを確認して納品させていただくということをしております非常にあの難しい部分などもたくさんあるので、まあ、弊社でも補税の対応するときには専門チームというかまあ 専門の担当者を置いておりまして、まあ、私たちは私は営業なので、まあ、その補税の実務を行っているわけではないんですけれども、まあ、海外事業家の営業担当者も、まあ、勉強会に参加するなどして知識を深めるような活動は行っております。まあ、というのが、まあ、の関係法上の補税制度に背くっていうこと補税費」というんですけれども。 まあ関税に関わる制度なのでしっかり管理して対応していくということが必要になりますもしこの補税費を起こしてしまうとやっぱりあの搬入停止とか許可を取り消されたりまあ、補税制度の補税作業の停止などの処分につながってしまう可能性があるためです例えばまあ、補税品のキャンディーの配合を変更する場合とか補税品に使用している原料をまあ A という原料から B という原料に変える場合とかまあその商品に関係なくても保税地域内で機械の入れ替えがありますよとか保税の地域内で工事を行いますとかまああのラインだけをその製造ラインだけを登録しているわけではなくてまあ一応工場の あの関係する部分というのは、登録してありますので、申請してありますので、そういったところで変更がある場合なども、連絡をしているような状態です。あとは、補税品の規格、ちょっと値上げとか、ここ数年ありますけれども、内容量の変更とか、包材を変更するといった。一旦、ちょっとあの関わりが、もしかしたらないんじゃないか、というふうに思うところも。もしも変更がある場合は、税関さんに連絡をして。 えこういった変更をしますよということを必ず通知をしておりますやっぱりですねあの弊社の中でもキャンディーとか豆菓子とかグミがあるというふうに申したんですけれども、えー、キャンディーだけで今保税の 制度を活用させていただいております。まあ、それ自身もまあ、実際、東南アジアにはまし、あ、この制度を活用できてないっていうのが、まあ実情なんですけれどもまあ、実際キャンディの出荷が多い。国に対しては大いに活用させていただいております。まあ,あの輸入原料の配合量が多い。配合比率が高いとかまあ、関税が高い。原料を使用されているといったところ。では、あのこちらの補税制度非常にあの。 活用できるかなと思いますので、えー、ぜひ本日の講演が少しでも参考になれば幸いです。本日はどうもありがとうございました。井上さんもありがとうございました。